松沢重文君。立法院審の会の松沢重文でございます。あの法案の質疑に入る前に、前回の私の質問で大臣の答弁わからないことがあるので。確認をさせていただきたいと思います。あの私は、東京五輪のですね、組織委員会の。まあ相次ぐ汚職不祥事。まあ、これ大変醜いものでありまして。それでも、これじゃ、あ東京オリンピックのレガシーなんか吹っ飛んじゃって。 ね、2030年の札幌五輪の招致にも影響を与えると、だから、日本のスポーツ行政のトップである、トップリーダーである文科大臣が、この東京五輪の検証総括委員会を、ね、政府主導で立ち上げていやあの、しっかりと総括をして、それで改革案を出して、次に臨むべきだと、こう訴えました、そうしましたら、大臣は、文科省としてはお答えする立場になく、 で文科省は勘違しないとね。でもまあ現在組織委員会の必要とか JOC とか東京都と連携して協力するところは協力していくとこう答弁したんですね。ところが先日の予算委員会において立憲民主党の徳永議員が同じように聞きました。ね同じような質問をしました。そうしましたら総理はですね文科省において今回の入札における不正行為等に関する今後の東京試験 とと取引委員会のお聞きをを注意しなながら適切な対応を図っていくと総理はね、ち,ょちゃんと五輪の検証について、適切な対応を文科省で図っていくって言ってた、これ、文科大臣が言うことと総理大臣が言うことと違うんですけども、これ、文科省による適切な対応を図っていくと総理は言ってますが、大臣何やるんですか、はい、長岡大臣。はい えー、松委員にお答えいたします先日、委員会の場で、えー、私の方から、まあ、現在はあ政策法人である組織委員会が、まあ、必要に応じて、まあ、JOC ですとか、あとは東京都と、まあ、連携、えー、協力をしていくべきものと考えているところでございますと、まあ、そう答弁をさせていただいたところでございます。 あの文部科学省ではその後です、ね、えーまあ、状況の推移を踏まえまして、また元理事の逮捕・起訴事案が、スポーツ界全体に及ぼす、まあ、影響の重大性に鑑みまして、11月、まあ、先月になりますが、18日の日に、今後の大規模な国際大会の運営の透明化、えー、公正化を図るための指針を策定をするプロジェクトチームを立ち上げました。 はいえー、の組織委員会のガバナンス体制、えー、などについて、まあ、検討を始めたわけでございます。 なおあの、委員のご指摘の文科省にある適切な対応でございますが、えー、仮に入札におけます、まあ、不正事案、これが事実であり、またそれが、えー、大会の組織委員会のガバナンス体制に、まあ、起因用している問題と、えー、考えられるならばですが、えー、このプロジェクトチームにおきまして、えー、検討して、文部科学省として、まあ、適切な対応を図ってまいりたいと思っております。加えまして、えー、国費分ですね。 が課題に支出されている場合には、まあ、しっかりと返還を命じるなど、まあ、法令等に沿って、えー、厳正に対応してまいりたいと、えー、考えております松沢重文君あの。今の大臣の答弁では、文科省内にプロジェクトチームを作ると言いましたけれども、これ、どんなメンバーでやるんですか、文科省の官僚の皆さん、スポーツ庁の皆さんでやるんですか、それとも第三者委員会を作って外部の,、まあ、そのスポーツマネジメントとか、 あるいは法律の専門家も入れて、外部も入れて、きちっと検証をするんでしょうか、それで、これ、札幌五輪誘致に大きな影響を与えますけれども、いつまでにその結論を出すんでしょうか長岡大臣文部科学省では、元理事が逮捕された、逮捕、起訴された事案を受けまして、先日、スポーツ庁、 それから日本オリンピック委員会まあ JOC ですねを中心としたプロジェクトチームをもうあの設置をいたしましたプロジェクトチームの中にはまあ中立的な立場でございます弁護士さんとかあと会計士の専門家による作業チームなども設置をしておりますで大会組織委員会の元職員へのまあヒアリングですとか海外の事例等を通じましてガバナンス体制やまあ情報公開のあり方について ついて検討しま、今後我が国で開催されるま大規模な競技大会において参考となるようなま、適切な運営体制の構築に向けた指針案を作,作成することとしております。え、つといつまでにということでございますが、えー、まあ、今年度中、あの2月あたりにはまあ、しっかりと対応ができるようにまあ、議論を進めていきたいと考えております。松田茂文君 あのまあ第三者も入れるということで、きちっとした体制を作っていただきたいということと、これ、札幌五輪招致にも関係しますので、影響しますので、できるだけ早く、もうこれ、招致、もうどんどん進んでますからね、もう本当に来年の2月ごろには結論を出して、改革案をしっかり出していただきたい、強く要望しておきます。それででで実はの今日ののニュースすでですねあのこ委の委員員会会にもらえまがが橋本元組織委員長会長が まあ本当に素晴らしい発言したんですね、昨日ありがとうございます。あの札幌五輪の招致についても聞かれたんだと思いますが、えー、まあ札幌招致は非常に厳しいと思っています、明確にされない限り、まあ、こういう汚職や、ね、不祥事が明確にされない限り、支持率も上がらないと、東京大会の意義と真価が問われていると、新たな札幌大会のスタートが切れるようにしなければならないと。ね これやっぱ検証総括をしないと、札幌招致、厳しいと、元組織委員会の会長がこうおっしゃられてるんですよ、私はですね、検証なくして招致なしです、しっかりと検証総括をして、再発防止策を公表しない限り、札幌五輪を開催する資格はないと考えておりますけど、大臣はいかかがですか長岡大臣。 2030年の冬季オリンピック・パラリンピック大会の招致につきましては、現在、国内候補地となっております札幌市と JOC とが共同いたしまして、IOC と継続的な対話を行っている段階にあるということでございます。また、他方で先日、もうお話申し上げました、スポーツ庁 JOC、ね、が中心となりました。 あプロジェクトチームこれ立ち上げておりますであの,この大規模な国際大会の運営の透明化、えー、公正化を図るための指針を策定することとしておりますので、まあ、札幌市と JOC におきましても、今後取りまとめる、えー、指針を参考にしていただきながら、機運情勢に丁寧に努めて、やはりなんといっても国民、そして道民、 札幌市民の皆様方のまあ支持を得ていくことが大変大切であるとそう考えているところでございます。松沢重文君、えあの一歩前に動き出していただいて感謝をしております。よろしくお願いします。それでは法案の次に入ります。あのまあ今回の法案その理工系のま学生人材をしっかりと増やしていかないとね日本の将来の発展ないという期間でできたんだと思いますが。 この先ほども質問ありましたけれども、この理工系分野の学生が、例えば OECD のね、平均なんかに比べるとまあ少ないというのと、あのやはり日本の場合は、この理工系分野に進む女子ですよね、この女子がその全体の割合よりもさらに少ない、半分以下なんですね、OECD 所属の平均の。ね、まず大臣ですね、この日本で理工系の女子が少ない。 原因というのをどのように大臣は分析していますか。長岡大臣。はい、お答えいたします。日本におきましては。 えー、大,学入学大学に入学する、まあ、女性のうち、理工系学部に入学する女性は7%にとどまっております、まあ女性えー、男性の28%と比較して、えー、大変低くなっているわけでございますし、また、OECD の平均より大幅に低い状況にございます。 この理由は、ですねやはりあの将,が将来像が描きにくいとか、まあ、理系選択に関する偏った、まあ、見方があるということ、それから高等学校の段階でのまあ理系離れなどのさまざまな課題があるものと考えているところでございます松沢重文君。あのまあ、そういう中で、東京工業大学がこの思い切って、来年の入試からですね。 約この募集人員1028名のうち143人の女性枠を作るということで大胆に出たわけですね。まあ来年度の入試では名古屋大学、島根大学、東山大学かな、まああの、公立系の大学ではこんなところもやっているそうでだいぶ進んできたと思います。ただこれですね、10年前に九州大学が理,工、えー、と理学部数学科にね、5人の 女子枠を設置すると発表したんですが、まだその当時、時代背景も違ったと思うんですけども、男性差別につながるとかね、女子枠を作ってしまうと、それから法の下の、法の下の平等に反するとかですね、さまざまな反対が出て、まあ、九州大学、撤回に追い込まれたという経緯があるんですね。だからそこでですね、まあ、大学としてのまあ考え方をしっかり明らかにした上えで、えー、出願資格を女子に限定する女子枠という、設けることは、 まあ私は問題はないと思いますけれども、まあ、こうした男性差別につながるとか、法の下の平等に反するといった批判については、大臣はどう考えますか長岡大臣。はい 松田先生あの私も先生の意見に賛成でございます。あの理,えー、理工系学部を卒業した学生が、まあ、男女を問わず産業界などにおいて強く求められているというのが、まあ、今の現在でございますねで。男性が多数を占めてきた理工系分野におきまして、多くの女性が活躍してほしいということが、まあ、特に期待されているわけなんですね。でこののような背景も踏まえまえして、えー、大学入学入者の選抜実施要項に 今年度から、理工系の女子などを対象にした入学者の多様性を確保する選抜の実施について、新たに盛り込み、各大学の取り組みが進むことを期待をしているところでございます。まあ、一方で、男性差別、法の下の平等に反すると捉えられることのないように、このような選抜を実施する趣旨ですとか、また方法が合理的であることについて、社会に対して丁寧な、 説明を行うこととが必要だと考えておりますでまた、えー、入学志願者の学力につきましても、まあ、やはり適切に評価をした上で、各大学が、まあ、合否判定をするということが重要だと考えているところでございます松沢茂文君あの。ちょっとこれ、細かいことなんであの、政府参考人の方で結構なんですが、あの文科省が6月に通知した、ですね、えー、令和5年度の大学入学者選抜実施要項で、まあ、初めて、 理工系分野ににおける女子枠についてこれ明記したんですねでこの実施予項からも、文科省としては、女子枠については、あくまでも一般入試ではなく、総合型選抜、まあ、昔の栄養入試みたいなやつとかですね、学校推薦型選抜での活用を想定しているというふうに思うんです、枠がそこに入ってましたからね。 でえ実際にその女子枠をすでに設けている大学や、今後設ける予定の大学は、ですね、まあ、一般入試ではなく、総合型選抜、あるいは学校推薦型選抜で女子枠を採用しているわけなんですが、文科省としては、じゃこれ、昔、九州大学が、ね、やろうとしたように、一般入試の合格者に女子枠を設けるということは、大学がしっかり説明責任を果たせれば、それは良しとするのか、それは文科省としてはちょっと。 承認できないとこういう考えなのかどちらでしょう池田局長お答え申し上げます委員御指摘の大学入学者選抜実施要項におきまして今年度から理工系の女子などを対象にした入学者の多様性を確保する選抜の実施について 一般選抜とととは別のものもして新たに盛り込んだところでございますこのような記載を盛り込んだ趣旨は各大学が多様性の確保を図るため丁寧な選抜プロセスを通じて多様な背景を有するもののうちその特性を十分に発揮できるものを見出し確保することが重要であると考えているためです。一般,入試一般選抜におきましても このような一定の属性を有する入学者を選抜する枠を設けること自体を禁止しているものではございませんただ一般選抜におきまして実施する場合でも大学において多様性を実現していく上で必要と考える特性を例えば調査書小論文 入学志願者本人の記載する資料等を通じて、しっかりと確認するとともに、そうした選抜を実施することの合理性について、社会に対して丁寧に説明することが必要であると考えております松沢重文君、はいあの。最後にいたしますけれども、あの今回の、ねあね、補助率は下がるけれども、主要定員,数もあ定員数を増やすことも基金の対象になるというふうになっていますけれども。 あの3年前に確か議論した法律で、東京23区内は原則として、えー、学,部の学生の収容人数をね、増加させてはならないということになっていますが、この成長分野の学部については、これはどうなんでしょうか、例外措置をするんでしょうか、それとも東京23区は絶対にダメなんでしょうか、最後にお願いします長岡大臣、質疑時間が終了しておりますので、簡潔にご答弁ください。はいえー じゃあ短く申し訳ありません、今後の我が国の成長発展には、特に人材不足が指摘をされているデジタル等の成長分野におけます人材育成のが喫緊の課題だと考えておりまして、23区内の大学における、まあ、こうした人材育成の在り方について、内閣官房とともに検討をしっかりと進めてまいりたいと考えております。 伊藤孝之